みんな私に協力してくれてありがとう。もしこの修行が成功したら、みんなのこと。なんだ。もうダメ。やっぱり恥ずかしい。ケイタがキュンとしてるけど。ふん、もうすぐ着く頃合いか。聞いてあげて、キュービー。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、解き放て秘められし才能。覇者の力を引き出すのに試練を受けることになった妖怪探偵団。ふみに力を伝授する試練の導き手は現代の夜の桜第一小学校にいるようだが。あ、じゃあこの時間帯でいいってことかな。桜第一小学校。よし。行くか。あ、待って、ちょっと待って。ふみちゃんに入れ替えとこう。ふみちゃん、お、これで。で、桜第一小学校に、ワープ。いきます。はい、到着。試練の導き手とやらは一体。え、どこどこっすか。私の世界で受けることができる覇者の力の試練。お、どんなに厳しくても負けないんだから。キュービーやん。いや、待っていたよ、ふみちゃん。キュービー、あなたが私に試練を与えてくれる妖怪なの？その通り。でも僕の試練は厳しいよ。君に覚悟はあるのかな？頑張るね。ちょっと怖いけれど、その泣きを倒すためならどんな試練だって頑張るよ。分かったよ。それじゃあ君に秘められた力を解放してあげよう。お、早速？ああ。おい、キュービー。私たちは何のために呼ばれたんだ？お前が緊急事態と言うから我々は駆けつけたんだぞ。まあまあ、いいから。え、この3匹と戦闘？さて、役者は揃ったよ。これから君の秘めた力を解き放つ修行を始める。秘めた力、それって一体？それは、相手をキュンとさせる力のことだ。はい。キュン？僕たちキュービー一族は相手の心を引きつけ、夢中にされることで力を得る。だからこそ僕にはわかる。君にも同じ才能が眠っていることが。その才能を開花することができれば、覇者の力だって生み出せるかもしれない。なんか、奥の二人はなんかすごく、納得がいってないような。つまりこれは、妖怪たちをキュンとさせる修行。題して、ふみちゃんのキュンキュン大作戦。キュンキュン？そんなの恥ずかしいよ。だから言ったでしょ？僕の修行は厳しいと。でも、妖魔界を救うためには必要なことだ。オロチ、ロボニャン、そしてこのキュービーに話しかけ、会話だけで全員をキュンとさせる。さあ、これが修行の内容だ。さあ、君の力を見せてみろ。え？戦闘じゃないの？会話？なーにそれ、妖怪たちをキュンとさせよう。ねえ、キュービー、少しだけお話できるかな？実はあなたに伝えたいことがあるの。ずっと前から好きだったの。でいいのか？あなたに助けてほしいの。ペット以外はどっちもいいような気がするんやけど。え、どうなの？好きだったの。素直パターンで。私、あなたのことがずっと前から好きだったの。大好きなあなたと一緒なら何だってできるよ。だからお願い。私、あなたが欲しいの。これは。演技と分かっていてもこの破壊力。僕の目に狂いはなかった。やはり君はこの道を極められる逸材だ。え、女優的な。よかった、うまくいったみたい。キュンとする妖怪はあと2体だね。ものすごく恥ずかしかった。恥ずかしがる君もまたキュンとするね。あ、おった。ロボニャン。ねえロボニャン、少しだけお話できるかな。実はあなたに伝えたいことがあるの。全部左というわけではなく、キャラによって違うんかな。あなたに助けて、なんか上だけ違うけど、あなたのこと改造したいの。それはきっと絶対違う。プロボニャンはちょっと頼られたい的な。あなたに助けてほしいの。ロボニャン、あなたに助けてほしいの。あなたは未来から来た救世主だもん。お願いします。あなたの未来のテクノロジーで私たちを守って。おお。
ここまで言われてしまっては力を貸さないわけにはいかないな。守ってみせろ。君のことは必ず守る。オロチはどうなんやろ。よかった、うまくいったみたい。キュンとさせる妖怪はあと1体だね。多分上以外は一緒なんじゃないかと思うけど。恥ずかしい恥ずかしい。恥ずかしがると余計に恥ずかしいよ。もうどうにでもなれという気持ちが大事さ。ヘイオロチ。ねえオロチ、少しだけお話できるかな。実はあなたに伝えたいことがあるの。マフラーでモフモフしたい。可愛いけど、オロチちょっとクール系やけんな。好きだったら助けてほしいの方がいいんかな。え、マフラーでモフモフ。え、でもな、なんか思わん。私マークシートとかでも思うんやけど、なんか同じ回答が続くわけないとか、ずっと前から好きとあなたに助けてほしいもう使ったけんこの2つは違うかなとか。でもマフラーでモフモフしたいっておかしくない。オロチのキャラがよくわからん。上で行こう。私あなたのマフラーずっとモフモフしたいと思ったの。何モフモフ。その竜のマフラーモフモフってしたら辛い時でも癒されるだろうなって。なんでやねー。はてなんだっとったけど、いいの今の。なあ、お前が今とても困ってるということは分かった。そういうことであれば協力しよう。ギリギリオッケーってことかな。よし。じゃあ、まあ、困ってるということが分かったやけん助けてほしいでよかったんかな。よかった、協力してくれるみたい。これで終わりかな。もう一度キュービーに話してみよう。ふん。あのオロチまでキュンとしてるとはね。リス？キュンってしてました。相手が優しいだけな気が。まあ恥ずかしいからこの話はおしまい。まあね、オロチは優しかったね。いや、約束通りみんなをキュンとさせたよ。想像以上の成果だね。君は真面目でどんなことにも真剣だ。だから成功したのだろう。普段の授業態度からもそれがよく現れているしね。あれ見てるの、うん、授業。さて修行の仕上げだ。今夜は君に特別レッスンをつけるため、ある妖怪をここに呼んでいる。え、なに？学校の先生、普段学校の先生に化けてるとかそういう感じなの？キュービって。ほら、君はまだ相手をキュンとすることより恥ずかしさを残しているよね。その妖怪の力で、恥ずかしさを取り払い、君の底力を引き出すのが目的さ。え？それって一体どんな妖怪なの？君も取り憑かれたことのある妖怪だよ。ブリー。ブリー。ブリー隊長。ほら、言ってたでしょ？タッチアップ、タッチアップって。まさかブリー隊長？どうして取り憑かれたこと知ってるの？僕に隠し事はできないってことさ。あ、そういうことか。ブリー隊長はもんなくここに到着する。君も準備ができたら僕に声をかけてくれ。やっぱりあれは、恥ずかしいこととみんな思ってるんだね。覚悟は決まったかい？それじゃあ修行の仕上げといこうか。OK。よろしい。では始めよう。恥ずかしさを乗り越えるための最後の修行だ。みんな私に協力してくれてありがとう。もしこの修行が成功したら、みんなのこと。なんだ。もうダメ、やっぱり恥ずかしい。ケイタがキュンとしてるけど。ふん、もうすぐ着く頃合いか。聞いてあげて、キュービー。ビクトリアー！またしたな、フミちゃん。おいお前ら、今から私と一緒に地獄の修行の始まりだ。ヘタレって呼んじゃうんだから。ちょっと効果が強すぎない？何？温度センサーに異常感知。なんという熱量だ。1、2、3、ポー。絶対恥ずかしいやん。キュンとはせんけど。ステオブリー隊長、2回目の戦闘ですね。元気出して。はい、バトルスタート。よーし、燃えてきたぜ。必殺ゲージもマックスだ。新しい必殺技ド派手に決めていくぜ。おー、新しいの。友達召喚レイ。何、なんかみんながしかしここまで効いてる風じゃない気がするのは気のせいですかね。陽気水筒。容器あれか、いっぱいか。
ドキハリ戦。そして回復。ちょい待って。なんか特にって感じやな。安らぎと。回復しつつ勝利。なんか出演同時めちゃくちゃ小さくなったように見えたけど気のせいか。まだ踊ってる。必殺技の完成だ。お前らならやられると信じていたぞ。キュンキュン大作戦は私たちの絆だ。ケイタ君口が開いてる。新たな必殺技、友達召喚レイを使えるようになった。お、セットします、セットします。素晴らしい。力づくで必殺技を生み出す。これがキュンの力。そうなの？これキュンは関係ない気が。細かいことは気にするな。終わりよければ全てよしだ。お前は面白いやつだな。妖魔界を救いたいという熱い思い、健康的な掛け声、気に入った。オロチってこういうのがタイプだったんだね。こっから先の道のりはきっと険しいものになるだろう。まあオロチちょっと不健康そうな感じやもんね。困った時はいつでも呼べ。お前は私が守ってやる。お、オロチが仲間に。やった、オロチ。いいね。はあ、すごい、オロチの悪魔で。さすがフミちゃん。とっかけたわ。キュン。おや、ここにもまたキュンの使い手が。面白くなってきましたね。よし、キュービー、俺にもキュンの使い方を教えて。やれやれ。君がそれを覚えて一体何に使うんだい？うん、いいから一生のお願い。やるじゃないか。フミちゃんに使う気やね。なんだ、お前も鍛えてほしいのか。だったら早く言えばいいもの。まずは桃揚げだ。唐揚げじゃないぞ、桃揚げだ。膝を引きつけて、タッチアップ、タッチアップ。そういう意味じゃないのに。解き放て、ミラリス才能、バッチリ解決。これで全員の力が解放された。これで全員パワーアップ終了。やったね、おとりももや。新しい力も手に入って強くなった感じだぜ。さすが俺たちだな。うん、あとはみんなでハジャの力を目覚めさせるだけ。ハジャの力ってなんなんやろ。おー、プルプルしよりよ。みんな、なに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 、あれ、なんかうまくいかない。みんなが試練を超えたとはいえ、力を引き出すにはまだ何かが足りないようだな。夏目さん大丈夫？なんか顔色が良くないよ。え、ありがとう啓太くん。大丈夫、大丈夫だよ。ああ、容器がざわめいているな。地下の記憶がお前の心を乱しているのだろう。私が元気だったらハジャの力目覚めたのかも。大丈夫か？気にすんなって、こういう時は無理しないのが肝心だからな。優しい。力が目覚めるのは他の理由もあるのかもしれん。お前気にせず休んでおくがいい。万全な時にしよう、みんな。すべてを奪われた。また夢の中。わらわの愛する者。貴様は絶対に許さぬ。ご無事ですか？逃げる。誰の声だよ、周り。わらわは逃げるわけだ。まさか、お前が。誰？裏切り者め。父上おー、メイクがメイクだけが裏切り者って言ったね。もう少しで思い出せそうなのに。まだ、まさかお前が裏切り者って言ったけど誰？エンマ様、
市街地の結界は無事に晴れたようですな。ああ、結界の守護は袋に任せておいた。あとは閻魔宮殿の空泣きを追い詰めるだけだ。お前たちも見事に試練をこなしたようだな。うん。でもまだハゼの力は手に入ってないんだ。あ、夏目来た。夏目、具合は大丈夫？鹿の記憶、まだちゃんと戻らないけど、戸惑ってばかりじゃいられないから。体力的には大丈夫。それに、鹿の力ばかりを頼りにして、私が弱いままじゃ意味ないもんね。うん。私は私の意志で戦うって決めたんだもの。もうみんなに心配させないよ。強い、かっこいい。それでこそ伝説のお家使いだ。よく持ち直したな、ナスメ。心配は無用だったな。では始めるか。どうするの？始めるって何よ？決まってるやろ。覇者の力の覚醒だ。待たせたな。魔導鏡に導かれし者たちよ。今こそ覇者の力に目覚めよ。かっこいい。エンマがおらんとダメやったってこと？何？これは力の共鳴。そうか、エンマ様に宿り月の魂は僕らと同じ伝説のお家使い。エンマ様もハジャの力の覚醒に必要な仲間だったんだ。あ、じゃあさっきのは足りんかったやね。これがハジャの力。なんだか胸がポカポカする。そうだな。お前たちがこれまで共にした妖怪たち、その絆の強さが力になったのさ。よっしゃ！すげえ。これでソロナキウレスにも対抗できるってわけだな。おい！大丈夫かお前たち。おー、一気に力を吹き出しすぎた？大丈夫じゃないかも。これだけ大きな力を覚醒させたのだ。無理もないだろう。ああ。すぐに妖魔界へ行くのは危険すぎる。出発は明日。皆の記録が戻ってからにするぞ。皆の者！ソロナキとの決戦は近い。これが最後の休息と思い、心と体の準備をしておけ。最後の休息。ウィス？いよいよソロナキとの決戦ですね。ケイタ君、心の準備はできてます？あなんか緊張しちゃって全然眠くならないや。俺っちまでそわそわしてきちゃったな。このままだと朝まで眠れないにゃん。まあ、なんと言っても相手は黒い太陽ですもんね。さすがにリラックスは難しいでウィス。そうだ、散歩がてらに皆さんとお話でもしてきたらどうです？ウィス！おしゃべりしたら少しは気が紛れると思いますよ。にゃん！ウィスパーたまにはいいこと言うにゃんね。ケータ、それがいいにゃん。ちょっと！たまにはは余計ですってば。ありがとうウィスパー。俺ちょっと行ってくるよ。こういうやりとりがいいよ。落ち着いたらおばあちゃんのとこに戻ってお家に入れてもらうにゃん。泊まるの？よーし！お、ケータにバトンタッチ。おんや、皆さんまだお休みにはなっていないようですね。あ、ほんとだ、みんな何してるのかな。え、みんなが起きてることを知らずに話してきてみてはって言ってたの。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、もう決戦。もう最終なわけやね。頑張ろう。行くよ、魔界って未来？どうやって行くんやっけ？行けるんか？自動的？じゃ、過去の妖魔界にも行きたいんやけどな。サブクエで。あの扉からか。